小原さん、どこだ？どうも、小原です。元気みんな。イェーイ。明けましておめでとうございます。録画してる段階ではまだ年越してないんですけど、今、僕の現時間は2022年12月31日、夜の11時45分です。あと15分後で、年越すというタイミングで僕はこのゲームをやろうと思います。何やらね、働くゲームらしいですよ。会社に勤めて。もう何もない空間に投げ出されてるけどね。はい。ということでやっていきましょう。初見プレイです。こっち行ったらいいんですか？これ扉？あ、扉やった。おお、ハイテク。どうも、コマです。上司？あれ上司？青木さん？僕の上司の青木さん？青木さん、被り物していいけど。どうも、青木さん。わい！わい！青木さん、私はお前のボスだ。みたいな、上司がボスとか言っちゃってるよ。君はただ、私の指示に従うだけでいい。了解、沢木さん。では、まずはテーブルに置いてある、あれをもっといい感じの見た目にしてくれ。あれとは、これですか。え、だいぶもう完成されたデザインですけどね、青木さん。青木さんの見た目の方がなんかもっと直した方がいいんじゃないですか。ね、それ像？青木さん危ないっす。青木さん危ないっす。青木さん、青木さんもうちょっとで見えそう。青木さん危ないっす。あ、でもちゃんと機能処理してるんですね。まあ、青木さんでもね、なんかね、毛のない女子が好きだね、気持ち悪いこと言ったもんな、この前。気持ち悪いなと思って、横で聞いてましたよ。青木さんとなんかさ、なんか始まったわ。青木さんと後藤さんがね、なんか、ひそひそそんなしょうもない話の聞きましたよ。青木さん、手が崩れちゃった。青木さん、助けて助けて青木さん、青木さん、ありがとう、助けてくれた。ああ、ごめんな、青木さん。気持ち悪いと思ったけどね、助けてくれるとき助けてくれんねんな。まあ、上司やから助けるのは当たり前なんだけどさ。おお、いたいたいた、後藤さんや、後藤さん。あ、はい、はい。なんすか？あ、後藤さん、これようわからんことですからね。後藤さんと竹富さんや、あれ。竹富さん、なんかね、陰キャの今日ちょっとはっちゃけてんな。やっぱ年末やから。ありがとう、僕を祝福してくれてんの。いや、これちょっと煽ってんな、多分。竹富さんはなんか年末もパチンコ行く言うてたのにな。また森山のパチンコ行ってるんですか？年末でもやってる言うてたやん。森山の安川の近くのなんか、アクト2、2号館っていうところのドラゴンっていうパチンコ行く言うてましたよね。竹富さん。買えなくなったんですか？早々に。年末こそ熱い的な意味わからんこと言ったけど。竹富さん。こんにちは。前川さんですか？これ前川さん？いや！どれが欲しいんだい？旧モデル、新モデル。僕今いくら持ってんの？てか、働きに来てんだけど、なんか買わされんねんけど。まあ、旧モデルでいいっすよ、僕は別に。旧モデルで。せっかく新しいの出たのに古いのでいいのかい？次は新しい方買ってくれよ。僕、生産者になるつもりだったんですよ。別にそんな消費者になるつもりなかったんですよね。これ、社内コンビかな？社内コンビあんま使わへんな、僕。じゃあ、とりあえずありがとうございます。持っていきますね。滝富さんと後藤さん、ちゃんと働いてくださいよ。青木さん、どうも。青木さん、2年前になんか子供できてから結構はっちゃけったのにさ、最近子供の話聞かないですけど、どうなんですか？なかなか世間の反応が良かったな。あ、あれ世間の反応？もしかして。さっきの後藤さんと竹富さんのなんかはっちゃけてる感じが。だが、もっともっと求めているようだ。ほう。そうだな。では今度はもっと小さくしてもらおうか。みんなをびっくりさせてやろう。はい。わかりました。小さくすればいいんですか？青木さん指示ばっかじゃなくて、たまには自分で作ってみたらどうですか？結局指示出す人間もさ、最初はなんか下っ端仕事やって、そっから伸びたから指示出すことができんねんって言ってたやん。でもたまにはその自分で仕事シーンとさ、なんかやり方忘れてしまって指示出すこともできないじゃないですか、青木さん。青木さん。あ？すいません、すいません、調子乗りました。ごめんなさい。おー、小さくしてる、小さくしてる。じゃあ、持ち方おかしいね。で、その体に融合させるの、小原さん。青木さんどうすか？小さくしましたよ。だから、もっともっと求めてるようだ。はいはい、同じこと言ってるわ。すいません、青木さん、これ持ってきます。あれ、なんか、すいません、青木さん。青木さん、見えない壁が。青木さん、通れないです、青木さん。あ、青木さん、あ、持って行ってくれた。あ、青木さんが通らしてくれへんシステムね。あ、増えてる、増えてる。知らない人ら増えてる。さあ、青木さん、どんな演説を。結局、青木さんさ、僕が作ったやつを自分ね、青木さん自分が作ったって言って、な、周りから称賛得ようとしてへん？
やめてくださいよ。せっかくなら僕が発表したいわ。僕が作ったやからさ、僕の方がうまく説明しますよ。青木さん。そう思えないですか？なんか喋れる。新しくこれ小さくてめちゃくちゃいいね。今すぐ買いに行くよ。次は、なんか新しい機能とか出てくれると嬉しいな。うっす。なんか注文されたわ。でもとりあえずなんかうまくいってるみたいなね、会社は。あ、宣伝してる。これ青木さんのさらに上やな。藤沢さんか。藤沢班長ね、藤沢班長は半年前に事故ったらしいけど ね、毎日朝礼でね、事故った人を晒し上げて注意しましょうって言ってる藤沢さんがね、事故った時はちょっと笑いましたよ、藤沢さん。これ、めちゃくちゃいい商品だよね。せっかくだからみんなにおすすめしたくて、動画投稿を始めてみたんだ。結構な人が見てくれて、広告収入をもらえるようになったんだ。これでまた新しい商品を買って、どんどん動画投稿していこうと思うよ。好きなことしてお金も稼げて、まったくいい時代だよ。チャンネル登録しといてね。わかったよ。嫌 だねって。わかりました。藤沢さん、ありがとう。藤沢さん、インフルエンサーもやったんですね。でもインフルエンサーってなんかインフルエンサーになりそうで僕はあんま好きじゃないっすわ。あんま近づかないでほしいです。おいおい、なんか元祖の見た目ないやん。最初僕の作ったやつと小さくしたやつしかないやん。僕はこれもう持ってるからかな。ベスト2022年の形らしいけどさ、もう新しくしてしまったらそっちの方がみんな好きになってしまってるんかな。いや、いや、どれが欲しいんだい？いや、もう旧モデルでいいかな。とりあえずこんな値段の方に行っちゃうかな、僕は。みんな新しいの買ってるぜ。今更こっち買うのはちょっと時代遅れ感あるけどな。いや、だからですよ。みんながそっち買うんだったら余ったもん誰か買わな。ね、そうやって無駄は消費なくしていいかな。僕の、え、ちょ、さらに僕の古いやつがなくなったやん、畜生。え、これ、君は何してんの？君は大量生産係かな。僕はこれを分解したり修理したりしてるリサイクル業者だよ。一つ一つ手作りで丁寧に使えているから、ネジをいくつか外すだけで簡単に分解できるんだ。分解したパーツはどうするの？壊れてなくそのまま使えそうなパーツは他の業者に売ってるよ。それだけじゃなくて、壊れた部分であっても、これのパーツにはレアメタルっていう貴重な金属が含まれているんだ。だから適切に処理をして資源を再利用しているよ。そうですか。いつもありがとう、塚谷くん。塚谷くんはたまに帰り道一緒でね、ゲームの話とかしてたまに盛り上がるよね。でもゲームの趣味が合わへんねんな。だって僕こんなゲームとかやっても、このゲームやってるやつと趣味合わせることはできんよ。だから塚谷くん悪くない。青木さん、お疲れ様です。本日の注文は、今回もなかなか反応が良かったな。だが、まだまだ進化を求めているようだな。では、今度は外見だけでなく新しい機能を追加してみるか。リサイクルや修理がしやすいように簡単に取り外しができる仕組みをしてみるのはどうだ？あ、それとも消費者が喜びますかね？青木さん。それなんか使い終わった後のことを考える、まあ、自然環境、LGBT じゃんわ。え、ADG、なんだっけ？ SDGs や SDGs。わざわざ今調べたわ。SDGs のことなら考えるのはね、まあいいことなのかもしれんけど、果たしてそれは本当に消費者が望んでるんですか？青木さん。地球に優しいことをしているように見せるのは今の時代大切なことだろう。そうアピールすることが大事なんか。ほんまに消費者がそれを大切にしてるかどうか大事じゃない。それを世間的にアピールして、なんかうちがいい会社やぞってイメージを持たせることよって、うちの会社が良くなって、ひいては僕たち社員が幸せになるっていう、そういうことですね。僕たちのために思ってくれたんですね。青木さん！ありがとうございます、青木さん！一生ついていきます。これは合体して、分解しやすくなった。 持ち方がおかしい。腰にくっつけた気が済まへんのかな。青木さん、できました。青木さん、もうちょっとなんかさ、ご苦労様とか声かけてくれたが、ちょっと嬉しいかな、青木さん。まあちょっと、不愛想なところというか、青木さんもちょっと陰キャなところあるからさ、しゃあないのかもしれんけど、うわ、ハイテク化してる。僕の知らんところでめっちゃハイテク化してる。青木さん、いつも宣伝お疲れ様です。青木さんね、結構、ね、緊張しいなところがあるのに、こういう場に出てね、ちゃんと発表してくれるからね。普段なんか割とボソボソ喋るくせに、人前でなんか発表するときはちゃんとはっきり喋るからな。青木さんのそういうところは僕尊敬してます。滝富さんは、まあ、パチンコ行くなよ。こういう新しい機能を求めてたんだ。持ってるだけでワクワクするぐらいかっこいいんだよね。友達もみんな新しいこれ買うって言ってたよ。
なんだかんだ消費者にもね、結構好評らしいですね。どうすか藤沢さん。藤沢さん、慣れてきましたね、動画投稿。めっちゃ動きついてる。調子どうすか広告収入、うはうはだよ。いろんな企業からうちも紹介してくれってオファーが絶えないんだ。もういろんな製品が山積みになってて、一つ一つちゃんとレビューしてる時間がないから、適当に褒めまくってるよ。ちょっと藤沢さん、あかん、慣れてきてしまってる。足元救われますよ。それ新しいね、よくできたインフルエンサーに。さすがにお金もらってるから悪いことは言えないよね。どれくらい待ってるの？これの新しい機能は知ってるよね。どれくらい待ってるか関係ない。その機能知ってんのか？え、取り外しができるモジュラー式になったの？ははは、全然知らなかったよ。適当に仕事しやがって。昔のあなたはそんな人じゃなかったはずや。でもそういう大雑把なところがあるから事故っちゃうのね。気をつけてください。お疲れ様です、スカッチ。これが大量に消費されるようになったら、リサイクルロボットを導入してみたよ。今まで手作業でネジを外して分解していたけど、やっぱり機械だと効率がいいね。まあ、これができるのも、これが機械でも分解しやすいように丁寧に使えているからだよ。これはちょっと価格が高いけど、それ相応に高品質だし、自分たちでもパーツの取り外しができてカスタマイズできるのは面白いよね。ああ、そういう面白さがあるんだね。いや、なんかどんどん便利になっていくな。果たしてこれでいいのだろうか。でも正直今悪いところ見当たらんよな。これでええんやろうな。お疲れ様です。いや、どれが欲しいんだい？僕はまあ、旧モデルでいいっすよ。新しいのは自分で部品をカスタマイズできるんだぜ。僕そんなめんどくさいんですよね。なんか、カスタマイズするのに結局時間かかっちゃうやん。説明書とか読むのも僕そんな好きじゃないんわ。新しい方がおすすめだけど、まあ、こっちが欲しいって言うならいいけどよ。結局なんか拡張性がありますよとか言われてもね、その拡張要素を使わへんたりするかな、ゲームとかでも。モッドとか僕ね、結構入れるの苦手なんよね。ああいうの入れずに僕、相馬のゲームを楽しみたい。青木さんはそうは思いませんですか？青木さん。うんうん、今回も悪くないな。やはり企業イメージというのは実際の売り上げ以上に大事なようだな。実際大事なんかな、企業イメージって。まあ大事なんやろうけどさ。売り上げに直結しなさそうな気もするけどな。まあ、あれか、企業間同士の連携とかでは優先採用とかしてくれるんかね。そこら辺もこういう下っ端には分からへんことやね。しかし今度はまた見た目のインパクトが必要だな。視聴者の方に、視聴者？消費者の方に目を向けてますね、青木さん。世間もかなり注目しているようだし、彼らを満足させるにはさらに小型化してみよう。OK、分かりました。昔の携帯電話ね。昔の携帯電話どん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 小型化したらららららしていってたもんね、青木さん。ね。噛んでないよね、僕が、青木さん。ほら、青木さんはちゃんと肯定してくれる、ね。ちゃんと部下のこと見てくれるから。でも最近はもうどん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 でかくなってるよね。逆にスマホ、画面とか。昔あんだけ小型化に必死になったのに、今ではもう画面をでかくするのに必死よ。できました、青木さん。でもちょっと見た目地味かなぁ。あんまり変わってへんよね、小型化よ、でも。もともと小さいからね、それがさらに小さくなったらちょっと気づかへんのちゃう？あ、あんまり反響がよろしくないみたいや。青木さん。青木さんの演説聞きたいわ。青木さんの演説効果も結構大事なんじゃないのって思うよね。すいません、滝富さん。どうすか？あかんかった？せっかく期待してたのになんか面白くないな。友達も今回は新しいモデル買わないって言ってたよ。もっとなんかこう、もっと安くするとかさ。ね。めっちゃおるやん。後藤さん。後藤さんめっちゃおるやん。後藤さんそういうところあるよな。自分で仕事しに行くせになんか他人には当たりきついからな。よく青木さんのこと殴ってるからね。まあ青木さんと仲いいからこそやね、今日さ。ああ、やりすぎてやりすぎてる、藤沢さん。藤沢さんもなんかね、落ち目になった YouTuber が頑張ってるみたいで、痛々しいわ。動きはすごいけど、ダンサーとしてやっていけるんじゃない？やばいやばい。なんとしてでもみんなの注目を集めなくちゃ。嘘でも何でもいいから、とりあえず再生数だけ稼げればいいんだよ。本当にいい製品を紹介することが大事なんじゃなくて、広告収入が命だからね。藤沢さん変わっちまったな。本当にいい製品を紹介して、次に繋げることが最終的に広告収入もでかくなるんですよ。藤沢さん。まあ難しいよな。インフルエンサーも増えていくからね、どん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 ね。僕らで新しい一発で出せる藤沢さん。はい。どうも、小村です。これが僕の後ろのスタンド、藤沢です。藤沢エクスペリエンス！ほら！
こんな世話しないスタンド嫌やな。スカッチどうしたん？元気ないやん。最近うまくいってへんの？今回はあまり変化がないからみんな興味を失ってしまったようだ。やっぱ変化なかったか。インパクト大事って言いながら小さくするだけやったもんな。これが売れないとせっかく作ったリサイクルロボットも出番がないよ。こう回りしてでも維持費がかかるだけだから取り壊すしかないね。やっぱり高くていい製品っていうのはもう売れなくなってきてるのかな。時代の変化っていうのもあるんか。そうやな。最近何でもかんでも高くなってるからね、スカッチ。スカッチ、そんなことよりお前は二股やめろよ。二股っていうか、二三人の女と付き合ってる今日全員遊びやからね、スカッチは。結婚する気はないって。俺が気楽に生きていくんやって言ったけどね。まあ、君はそれでいいのかもしれんけど、たまには相手のことも考えろよ、スカッチ。値段もよく見たら高くなってんの。最初100円とかやったやん。いや、どれが欲しいんだい？まあ僕は旧モデルでいいっすよ。古いの使い続けてるとカスタマーサポートが終了してすぐ使えなくなっちまうぜ。僕カスタマーサポートがあんま使わへんわ。結局壊れたら買い替え時やなって思うからね、こういうの。もう緊張して電話とか連絡するの嫌やって思っちゃうから。青木さん、経営うまくいってます？僕首とかじゃないですよね。僕しっかり働いてますよね、青木さん。みんな興味を失い始めているな。何としてでも注目を集めなくては。よし、最終手段だが、価格を安くするんだ。大丈夫か、それ。手作業でネジ止めてるんで、人件費を削減できないし、この小ささや機能を保ったままではとても。両方マイナス意見やね。まあ僕が意見する立場でもないからな。まあちょ、人件費、いや、僕の給料下げてくれ。いや、下げてほしくはないよ。下げてほしくはないよ。ちょっと、人件費とか言わだったさんとこ、僕の給料下げられる可能性が出てくる。この小ささや機能を保ったままではとても、うるさい！なんとかするんだ！そうだ。ネジ止めをやめて、レーンの接着剤でくっつけるのはどうだ？環境には良くない素材だが、製造スピードが上がれば人件費も削減できるしな。取り外しができる機能もなくなってしまうが、修理やリサイクルのしやすさなども知らん。今までと同じような外見を保ちつつ、価格を抑えるためにはこれしかないだろう。青木さん。青木さんも家族いるからな。僕とはちょっと立場違うからな、青木さんも必死やな。多少怒鳴られるのも僕はええと思うけどさ、青木さん。で、あんまりね、部下に精神的ストレスぶつけるのはやめた方がええで。もっとやめてほしいな、家族、子供にはぶつけといて、青木さん。青木さん、怒りをぶつけられた時は間違ったらあかんで。はい、採用します。これは？それ接着剤？うわ。急に、コマさん下手くそになったな、作業。させん。清掃業者呼んでもらっていいですか？新しい人件費発動してしまいますけど、青木さん。ごめんなさい。どならないで。殴らないで。いやー、SDGs が言ってる頃は余裕あったんやな。余裕があるからこそ SDGs なんて、うわー、燃えてる。スカッチ大丈夫か、あれ。でも割となんかお客さんが増えてるね。藤沢さん YouTuber やめてるやん。藤沢さん、大丈夫？喋りかけられへん。まあ藤沢さんもともと生産者やからな。そんなね、何も生み出さへんものにはあんま性に合ってなかったのかもしれんね。ちょっと無理してたよ、藤沢さんは。えんちゃん、また一からやり直そう。じゃあ、竹富さん、いた。そうそう、こういう変化を求めたんだよ。めっちゃコスパいいよね。安いのは正義さ。相変わらず金にがめついな。金にがめついくせにパチンコ行くからね。パチンコ行かへんたらええのに、ね。パチンコ行かへんたらもっと金持っちゃったのにな。竹富さんも。使っちゃいしんの。今までは丁寧にネジを組み立てられたけど、人件費と製造コストを抑えるために接着剤で固定されてるようになったんだ。だからこうして燃やして、接着剤を溶かして分解するしかないんだ。あ、これがもう処理の仕方なんやな。本当はこういう電子廃棄物と呼ばれるものはちゃんとした設備で適切に処理しないと有害物質が出て危ないのは分かってるんだけど、何せリサイクルロボットも無駄になっちゃったからお金がなくてね、世知辛いね。それにしてもこの接着剤一体、なんか悪いもん使ってんの？青木さん、なんか悪いもん使ってるんですか？接着剤あんだけ SDGs 言ってたのに。あ、めっちゃ安くなってる。80円や。いや、どれが欲しいんだい？新しくて安かったらさすがにそっち行くかな。はいよ、毎度あり。時代はコスパだよな。いやー、こうやって世界は汚れていくんやね。でもしゃあないことやろな。
何が正解なんやろうな、世の中って。そういうの考えらさせられるいいゲームなのかも。ふささん？どうした？ふささん。あ、やばい。僕の仕事場が。あ、やばい。やべやべや、ふささんこれこれに暴露しに行く気や、あいつ。群衆に行く気や。やめてくれよ。当事者僕やねんぞ、畜生。ふじさま。青木さん大ピンチです。藤沢さんがやらかします。見つかっちまったじゃねえか。お前なんかクビだ。だから清掃業者呼べ言うてんって、こっちはよ、青木。ああ。青木さん。一発ミスでクビは厳しいよ。僕ミスした時も笑って許してくれたよ、青木さん。青木さん。あ、もういいです。終わりました。首弱いとはしゃあねえからな。あ、痛い。ちょっと、あ、もう腰痛いのに。え、コマさん、ちょっとセクシーやろ？ 今のムービール？すいません、青木さん、ちょっと脅しちゃったんですけど。あ、すいません、もうこれしか言わへんわ。たっ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 た。ひろへんの。ごめん、青木さん、これあげる。僕もういらんから。じゃあねー。おや。あ、新しいやつや。青木さんじゃない。青木さんでもないな。なに、君、ライバル会社か。喋りかけられへん。これさ、いい商品が出て、ね、作業者の質が悪かったからやって言われて、僕のせいにされるんじゃないの？もしかして。そんなことないよな。結構好評みたいやけど、畜生。一回のミスぐらいおめえ見てくれよ。誰しもミスするやん。なあ。いや、どれが欲しいんだい？あ、どっちがいいの？どっちがいいの？とりあえず安い方、買わない。買わないっていう選択肢でいいのは買わないで。おいおい、冗談はよしこちゃんだぜ。もう急に冗談言うやん。みんな持ってるだろ？それに今時これなしは生活できないだろ。あ、必需品なん？これって。へえ。なんなんやろうね、これ。今更やけど。120円安い方でお願いします。はい、前取り。イェーイ。消費者になっちゃった、僕。神、ありがとう、キリスト様。もう作る側じゃなくて消費する側に回っちゃったからね。もうそれはこうやってデータク一般市民になるしかないよな。イェーイ。青木さんいる？ね、これ。なんすか、これ。いつまで拍手してんの？こんにちは。今の気持ちはどうだ？安く物が買えて嬉しいけど、なんだか少し哀れな人生だなって。結局、何やったんやろなって感じよな。これで僕の人生終わるんやったら。これが今我々が生きている社会というものだ。別に君を責めているわけではない。こうなったのはボスのせいか、それとももっともっとと求めてきた消費者たちか。正直なところ私には答えはわからない。君はどう思う？バカな消費者たちだよ。結局、安くしないと買わないんだから。刺さるな。僕、とりあえず安いの買った気するわ。そうか。しかし、君だって最後は安い方を選んだだろう。うるさい！すまない。少し意地悪な言い方をしてしまったね。まあ僕もね、そこら辺のモブと一緒だったってことやね。まあ別に社会にとっていいことをしようと言ってるわけではない。私だって肉を食べるし、水不足だと言われても汗だくのままベッドに入りたくはない。生きるとはそういうことだ。しかしこれだけは覚えておいてくれ。消費者にはパワーがあるんだ。私たちは日々何かを選択して消費している。消費することは良くも悪くも何かしら社会にとって影響を及ぼす力がある。つまり何が言いたいのかよくわからないよ。なんとなく言ってることはわかるやろ。君は今まで物を作られては消費されて、また新しいものが作られていき、それによって社会全体が変わっていく様を見ただろう。まあね、この年だったら見てきたかな。いろんなもん、昔と比べたら変わっていってるしね、いろいろ。君がいた会社は物の売れ行きが悪くなって、最終的には何をしたか覚えているか？値段を安くした。そうだな。当然だが、企業はお金を稼ぐことが目的だ。自分たちが作ったものが売れなければ、最終的には消費者の声に耳を傾けるしかない。こうやって聞くと、少しは私たち消費者の方が社会を形作っているように感じてきたのではないか。じゃあね、結局媚びていくしかないもんな、消費者の言うことに。
うん。でもまるで安いものを求めるのが悪いことのように聞こえてくるよ。そんなことはない。中には徹底的に無駄を省くことで製造コストや人件費を抑え低価格を実現している企業もある。安いものが全て悪いというわけではなく、それがどのようにして作られて、どのような価格で決まれているのかということの方に注目すべきなのだ。ねえ、でも結局それ僕だけが考えてもね、しゃあないやんとか思っちゃうよね。そんなめんどくさいことを買うときにいちいち食べろってこと？そういうことですか？そんなことはしなくてもいい。誰だって。めんどくさいことは嫌だ。もうこいつなんか、こいつ問題めっちゃ何が出てくるけど、こっちが言ったこと肯定してくれるような。こっちの反論なんか肯定してくれるような。それに実際は企業がどのような製造方法がどのようにして低価格を実現できているのかなど不透明な部分があって私たちが知ることができない部分がほとんどだ。現時点ではな。じゃあ何をどうすればいいの？ね、どうしたらいいの？教えてそれを。僕はどうすればいいんですか？今すぐ行動を変えることができなくても全く問題はない。ただ消費のパワーを理解しているだけで君はこの社会における良き消費者である。理解しているだけで？理解してるだけでいいんですか？確かになんかね、このゲームやる前とやった後ではちょっと考え方変わってるのかもしれん。そういった分別のある消費者が増えれば増えるほど、企業や社会の不透明な部分が少しは可視化されていく世の中が来るかもしれない。バカなままでいた方が幸せなのかもしれないね。でも結局、行動はそんな変わらないんだからね。なんかめんどくさいこと考えるよりかはバカのままがいいのかもしれんよな。はっはっは。受けた、なんか。え？あ、はい。はい。とりあえず伝えたいことは分かりました。ブラックサイクルというゲームです。最後までプレイしてくれてありがとう、ありがとうございました。ちなみにこのゲームは500円です。